ごめんね、ちょっと待っててね。ここ二人でやってくれるんだ、楽しみだな。はい、どうもウォンです。はい、どうす、マッサージ師です。よろしくお願いします。なんか漫才みたいですね。そう、日本の文化を学ぶ漫才が一番ね。そうなんですね。じゃあ早速マッサージ始めるね。お願いします。痛かったら言ってね。わかった。え、そういう感じ。私も肩凝る。こいつ私のマッサージ師ね。あ、そういうのあるんですね。お客さん、はい、もしかして肝臓悪い。悪いですけど、よくわかりましたね。あなたの肩揉んでるこいつの肩揉めば全部わかる。こいつ天才ね。まあ、今のは当てずっぽやけどな。なんでやねん。なんで捉えた。テンポが命。後ろ回って突っ込む間延びする。大丈夫、この後畳みかけあるよ。いやいや、普通にマッサージお願いしますよ。わかった、普通にやる。お、お客さん、ちょっとキムタクに似てるって言われない？え、俺ですか？え、本当ですか？ああ、木村拓次郎にそっくり。拓次郎って誰やねん。確かにキムタクやけど、どついたのかい。スリッパ、おい。おい、なんだ今の通りツッコミは。言うた通りやれよ。俺はロボットじゃない。教えた通りやれよ。もうやめたい。朝から晩までツッコミの練習、飯もろくにくれない、風呂にも入れてくれない、あの地下室にはもう戻りたくない。何言うてるお前、何も聞いてないな。お前、お前倒して大使館に行こう。逃げる前に殺す。結局猫番近い。やんやん言う。待て。なんだお前ら、もう帰るよ。お客さん、まだマッサージ途中。やめさせてもらう。